西日本や東海地方では今日の日中帯太平洋側を中心に雷を伴った強い雨にお気をつけください。まずいただいたリポートこちらですね、広島県の呉市となります。大きな雨粒も映っております。現在強く降っているという状況でして、その雨の原因天気図でご覧いただきましょう。ご覧の通り午前3時現在ですね、北海道の西に低気圧があります。そこから伸びる長い前線が現在通過中となります。特に前線に向かって南からの湿った空気が強く入っておりまして、前線活動が活発化しております。でこの後の雨雲の動きをご覧いただきますと、ご覧の通り黄色やオレンジで表現されるかなり活発な雲、これが西から東に向かって動いていきます。日中帯ピークを迎えてくるのが特に近畿や東海地方ですね。雷を伴った強い降りとなります。西日本については午後になりますとだんだん晴れ間も出てくる見込みですけれども、まだ午前中は太平洋側で雨の降り方強まる可能性があります。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。